こんにちは。今日はリップルを見ていきたいと思います。まず来月に向けての上昇についてなんですが、月足がこの紫のゾーン以上の 0.8 以上で保つなら、過去今まで起きた売り圧が起こらなかった事実を作ったことになるので、確認後は新規の買いが入って続伸していきやすい環境になってくると思います。今頭を抑えられているのが 0.93 の高値で、上髭では越してるんですけど、実態では超えさせてない状況ですね。現時点の7月足の上髭の長さでは足の5分の1ほどなので、上昇を抑えるほどの脅威にはなりにくいのと、抑えてるレジスタンスコマが陽線なので、上髭はそんなに重くないようには見えますね。過去のこのバブルラインの底固めの仕方を見ていくと、何度か底固めをしてからの急上昇をしてきていて、7月足が今の状態を保ってから上昇した後には、このパターンを考えると調整は来そうな感じはしますね。 1.2 から 1.4 まで上昇した後にですね、リップルの底固めの仕方っていうのが、レジスタンストレンドがショートのロス狩りを活用した上昇の仕方をしていて、月足で判断すると上昇した後の落ち着く場所はこのバブルラインがサポートとして機能してくると思います。おそらくはもうこのサポートを割るってことは、よほどのことがない限りはその可能性は低い目線で私は見てます。週足が今バブルラインに乗っかっていて、今のような先週足の上髭にしっかり実体で、上髭が目立たない足で確定するなら、このまま来週にかけて先週足の上髭否定で続伸していきやすいと思います。逆にこうした上髭にインサイドした小回しとか、さらに上髭を強調してくる足で引けると、市場も上値の面倒くささを感じて利確も去りやすくなるので、上値は重くなりやすい傾向になると思います。今のままなら大丈夫ってことですね。日足で下落の作り方を見ていきます。この今の上昇っていうのは、前日安値割れてない上昇をしてきてますよね。どの上昇相場でも前日安値を割れてくると、トレンド圧力の弱さが露呈してくるので、強めの調整は起こりやすいです。リップルの過去の上昇を見ていくと、ここも日足の安値を割れてから上昇圧力の鈍化を起こしています。今のリップルの調整下落の判断とバブルのサポートラインまで待つロング戦略は、前日安値割れを起こしたらが合図になると思いますね。なので対局のリップルはバブルの起点ラインまで到達したことと、週足の上髭を否定しにかかってきているので、長期短期も強気相場として私は見ています。時間足の調整はあれど、押し目として機能してくる割合が高くなる相場だと考えています。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。私がおすすめする海外取引所は、取引所トークンとレンディングサービスがある取引所にあります。ビットゲットでは BGB トークン、MEXC では MX トークン、バイビットではバイビット出資の分散型取引所 APEX、FTX のような人災は起こらないので、中央集権の取引所が心配な方は使ってみてください。メタマスクにつなぐだけで使うことができます。国内取引所では OK コインジャパンとコインチェック、口座開設で1000円相当のボーナスがついています。Twitter では相場状況についてツイートや、Discord、YouTube メンバーシップの方では意識される LINE、ポジション公開や重要動画を配信しているので、よかったら入ってみてください。各 SNS は動画概要欄から見ることができます。ご視聴ありがとうございました。